はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。はい、すいません、喉がガラガラしてますけども。12時40分をちょいと回りまして、5番始まってますね。日経平均プラス257円、ちょっとね、上げてきましたね。はい、はい、はい。ドル円 132.37、円安方面に向かってますね。なんかね、アメリカのね、長期金利ってね、なんでこれ、政策金利がですね、4.25 から 4.5 なのに、なんで長期金利は 3.59 なんでしょうね。僕、これが理解できない。誰か教えて、ほんまに。なんでなんて。普通、政策金利より高いはずでしょ。よう分からんな、うん、お前、せやし、お前は経済分かってないねってよう言われるんですけどね。すいません、分かってないですよ。僕、経済学勉強したことないです。いやいや。経済学勉強したことないのに、金利がどうのとか、経済政策がどうのとかって、原稿書いてね、原稿料までもろてるんですよ。ほんまかいなっていう。いや、そんなもんなんですよ。そんなもんって言ったら偉そうですけど。ドルウォン、注目ですね。1246あたりでうにゃうにゃしてますね。必ずね、ドルボンってね、こう始まった途端にピューってどっちかに動いてね、その後ウニャウニャするんですよ。ようわからんなって、ようわからんって、なんとなく想像はできるんですよね。このね、私のこの動画ね、1日10分ぐらい上げる、平均したら10分ぐらいでしょうかね。そんなんで、そんな見てる人多くないんですね、そんなに。零細 YouTuber ですけども。ほんで、知り合いが見てるという前提ではね、喋ってないんですよ。こんなまさか見てるわけないやったら、見てるんですよ、これが。やばっていう、ドキドキドキッとするんですよ。あれ言うてたやろとか指摘されるんですよね。余計なこと言うてるとまた怒られるんでいきましょう。本題でございまして、ザクザクですね。これはさっき出たんちゃいますか。11時8分ですね。まだ2時間は経っていない。1時間半ぐらいですか。日韓に逆ギレの中国、ビザ発給停止の過剰反応、水際対策の強化に報復措置、メンツ潰された習政権、ゼロコロナ失敗に続き外交でも集大って、長いタイトル。まあ言いたいことは分かるんですけどね。やっぱりこれ文化なんでしょうね、このザクザクというメディアの。まあまあね、言いたいことはこんだけあるんやということですけども、もうちょっと短くしてもいいなと言って、ね、3分の2ぐらいでもええんちゃうかなと思うんですけどね。はい、行きましょう。タイトルは長いんですけどね、その中身はコンパクトにまとまってるっていうのがですね、ザクザクや他の日本のメディアの記事でして、もうお隣さんのはやたらと長い。行きましょう。新型コロナウイルス感染が爆発的に増えている中国が水際対策を強化した。日本と韓国にビザの発給手続きを停止する報復措置に出た。日本などの水際強化は感染の実態すら公表しない中国への当然の防疫対策、疫病を防ぐですね。中国側は事実上の入国禁止措置とも言える過剰反応を見せた。ゼロコロナに失敗した習近平政権が外交でも集大を晒している。すみません。中国の逆ギレ措置に対し日本政府関係者は極めて身勝手だと反発。林芳正外相は訪問先のアルゼンチン。林さんって記者について回ってるんちゃうんですか。記者は今ヨーロッパですよね。別々に行ってるんですか。まあ連れてかん方がいいですよね。この人は中国の耳ですから。林芳正外相は訪問先のアルゼンチンで10日、日本時間11日、新型コロナウイルス対策とは別の理由で発給制限を設けたことは極めて遺憾だと述べた。韓国外務省当局者は科学的で客観的な根拠に基づいた措置と中国に反論した。お隣さんがね、科学的で客観的な根拠とか言うとなんか私は笑えるんですけど。日本政府は昨年12月30日、
中国本土からの直行便での渡航者や7日以内に中国本土へ渡航歴のある人に入国時検査を義務付けた。1月からは香港とマカオを除く中国本土からの直行便の入国者に陰性証明書を提示、陰性証明書の提示を義務化し、入国時検査を厳格化した。韓国や米国、EU 加盟国の一部なども同様の水際対策を強化し、コロナ厳格なゼロコロナから一転、8日に入国者の強制隔離を撤廃した習政権はメンツを潰された形だが、感染に関する情報が十分に公開されず、各国は対策を余儀なくされているのが実情だと。これね、いっぱいこう水際対策やってる国があるのに ね、最初に韓国、次に日本を標的にしてるんですよ。何かの意図があるんですね、これはね。中国当局はすでに感染者数の全数把握を放棄したが、地方から浮かぶ実態は極めて深刻だ。ABC によると、中国で3番目に人口が多い河南省で、住民の 90% 近くが感染していると同省の保健当局関係者が明らかにした。約8850万人に相当する規模だ。いつも感心するんですけどね、BBC っていうイギリスの、まあ、NHK みたいなところですけど、でものすごい情報力を持ってますね。もうね、イギリスってね、何度も言いますけど、東アジアに何の研究も持ってないんですよ。であるのに最近日本と妙に仲良くしようとしてみたりですね、まあ仲良くしてるんですけど、虎の子のですね、クイーンエリザベスの空母を派遣したりとかですね、何かね、またね、やっぱしね、東洋に対して、東アジアに対して、何かのこう意図を持ってるんでしょうね、きっと。まあ、もちろんオーストラリアという、まあ、どういうんでしょうね、あれイギリス連邦の有力国家もいますけどもね、今オーストラリアとイギリスでは国力そんなに変わりがないと思うんですけどね。まあまあ人口は2倍以上ありますからあれですけど、もうどうでしょうね、イギリスよりもオーストラリアの方が安定感が、ありますね、資源もありますしね、まあだから別にオーストラリアはですね、イギリスの意向に従って外交してるとかいう感じはほとんど見られない。まあでもイギリスやカナダという英連邦の国がですね、そんなにこうイギリス本国っていう点かどうか分かりませんけど、と歩調を揃えないっていうことはほぼ私が見てるとないんですけども、まあそれにしてもね、イギリス本国がですね、東アジアにコミット仕掛けてくるって不思議でしょうがないし、 BBC は相変わらず中国に対する情報力がすごいんですよ。なんやろうなと。まあまあ1997年まで香港がありましたからね、まあそれの基礎があるんでしょうけどね、日本なんかより、日本の NHK なんかよりも BBC の方がよっぽど中国情報には長けてますね。まあそれは置いといて続けます。今月下旬から春節括弧旧正月の大型連休で延べ21億人が移動すると推定されており、変異株が拡散する懸念が強まっていたというか、もう今やってるんじゃないですか。中国当局はビザ停止期間を明らかにしていないため、日本の旅行業界関係者は長期化を心配している。ただ企業などの中国出張はこれまでのゼロコロナで激減しており、ビジネス面での影響は限定的と見られる。要は観光旅行で中国に行きにくくなったということですね。これまでコロナ対策で各国と歩調を合わせてこなかった習政権がまたも国際社会の信頼を失うことになりそうだと。これでこの記事は終わっています。外交というのはね、基本的に相互主義なんですよ。つまり相手がこれをやったら、じゃあこっちもこれをやるということなんですね。だから中国がですね、日本に対してビザ発給をやらないというようになると、まあその即座にではないでしょう、日本政府もそのうち、じゃあそれやりませんというようになるわけですね。そうするとインバウンドは来なくなると。いや、もともと中国からのインバウンドをそう期待している感じではないんですね、日本の業界。まあ
期待している分野もあるでしょうけども、本格的には期待してなかったんではないかなと思いますね。だからそんなに影響は多くないんですけども、これでまたですね、中国という国がですね、変な国やというのがですね、なんて言いますか、日本国民の間にですね、こうイメージを形成してしまったのではないでしょうかね。韓国に最初にそれをして1日遅れぐらいですね、日本も追加で、韓国人切れてますね今ねあいつらとか言ってと言いながら、またですね、平常に戻ったら時代主義になるんですけど、時代って第に使えると、まあ、そんなは言えば別にあいつらは別にどうなろうといいんですけど、日本に対してですね、ビザ発給業務を停止するということは新たに中国に行けないということですから、まあ、多少のね、多少の影響はあるでしょう。今は別に言えば出張する理由というのはもうなくなってきましたからね。昔は会議でしょ、会議打ち合わせの出張、今会議打ち合わせこれできますからね、やろうと思えば。まあただこれね、メンツの国ですからね、一旦このビザ発給停止やとか言うたらですね、次それを戻すときにはですね、名目が必要なんですけど、まあまた面倒くさいことが一つ増えたやんということですね。面倒くさいことを増やすんですよ。中国という国もね、韓国という国もなんか自分から面倒くさいことを増やしているという感じが濃厚にしますね。はい、一応この1ページ目貼っておきます。逆切れのですね、醜態を晒しているという記事です。全部読んでしまいましたけども、ご興味のある方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。